皆さんこんにちは。東京の国立競技場超満員です。元日の決勝戦を目指します天皇杯サッカーの準決勝2試合が今日行われますが、国立競技場は読売日本サッカークラブと三菱浦和フットボールクラブの対戦です。準決勝でこんなにお客さんが入ったのは天皇杯始まって以来のことかと思います。6万を数えますこの国立競技場。そしてもう一つの準決勝は神戸のユニバー記念競技場で藤田フットボールクラブと日産マリナスの試合が行われております。こちらの方も途中経過などあるいは結果が入り次第お伝えしていくことになっております。さあ国立競技場は間もなく選手が登場してまいります。赤が三菱浦和、浦和レッドダイヤモンドです。そして緑が読売ヴェルディ、旗が振られている国立競技場。おなじみの選手の顔が見えます。やや緊張した面持ちでありますこの両チームです。今日は解説金田信俊さんです。元日産フットボールクラブ、そして日本代表のフォワードとしても活躍されまして、91年に引退されております金田さん。その金田さんの話を交えながらお伝えしてまいります。こちらが読売の選手、そして三菱、かつての名前はこうなります。現在は読売ヴェルディと浦和レッズという愛称に変わっております。金田さん、はい、こんなに入ったのはもう初めてですね。準決勝で、準決勝では初めてですね。日本じゃないみたいですね。そうですね、ありがたいですね。赤の旗が振られています。これが浦和レッズです。そして緑が読売ヴェルディです。試合前の記念撮影です。さあそれでは両チームのスターティングメンバーご紹介してまいりましょう。これが読売ヴェルディです。昨年に続いての決勝進出を狙います。ゴールキーパー菊池、そして石川、加藤、ペレーラ、津波に代わって今日は中村が入っています。柱谷、菊原、戸塚、ペレスはベンチには入っておりますが、スターティングメンバーにはラモスは入っておりません。そしてパウリーニョが今日起用されました。武田と三浦、パウリーニョと武田が2トップというこの読売ヴェルディです。これが控えの選手、ラモスがおります。藤吉も久しぶりに控えのベンチに入ります。読売のこの天皇杯でのここまでの成績、福岡大2対0、ヤマハ、そして、ガンバと大苦戦しましたが見事に破りまして、この準決勝進出を果たしております。一方の浦和レッドダイヤモンズの方、土田、元吉、トリビソンの田中慎二、ここまでがディフェンダーです。ディフェンダーが3人、そしてミッドフィルダー4人は名取、望月、広瀬、今日は上原、フォワード3人、エスクデロ、柱谷浩一はかつての日本のエースでした。そして現在の日本代表は福田です。これが控えの選手、滝田、新藤、堀、佐藤、尾崎、おなじみの顔も見えております。そのレッズは一戦アンフィニ、富士通、アントラーズと破ってこの準決勝進出を果たしております。さあ主審の菊池さん、そしてラインズマンの大野さん、中村さんがそれぞれのポジションにつきまして、まもなく始まる試合開始を待っているところであります。この人が今日のレフリー、主審菊池さんです。金田さん、はい、さあこの読売対三菱、かつてですが左森新監督、ヴェルディ・ペペ監督は2期目、2年目ということになりますが、この監督同士のこの知能の探り合いといいますかね、これも一つの焦点ですね。はい、おっしゃる通りですね。レッズの方はですね、はい、森監督になって当然中盤から激しいプレッシャーで、はい、そうですね、ボールを取りに行くというサッカーやってますんでね、はい、今レッズ、浦和のレッズのキックオフで始まりました。赤が浦和レッズ、緑が読売ヴェルディです。早くもボールをキープしました。これが浦和レッズです。10番が上原、そしてシュートをいきなり放ちました。壁に当たりました。中盤の5番の持ち抜きです。そしてペレーラがボールをキープします。左に回しますが、今日はこの左サイドには読売ヴェルディ、いつもの津波ではありませんで中村です。読売といえばこのところほとんどのタイトルを総なめにしてますが、その読売に対してかつての名門三菱が
どう戦いを挑むか、カルさんこの辺どうですか。最初にもちょっと触れたんですが、はい、中盤を形成する4人の選手と、それから前線の柱成君を含めた3人の選手ですね、はい、これらが相手ボールの時に中盤から厳しいプレッシャーをかけて、そのボールを取ってオープン攻撃、エスプデロ、それから福田君がウイングプレーをすると、はい、そういった形が出てくるようだとレッズもチャンスがあるでしょうね。そうですか。何回かあると思います、はい。問題は読売の方は今日はラモスと北沢が出ておりません。この辺りが果たしてどうか。そして津波ですね、3人抜けているということ、はい、津波君が抜けているというのは、まあ、先ほど私始まる前にコーチの松君と話をさせていただいたんですが、はい、やはりここに出ている中村君も非常に能力が高くていい選手だというふうに、ね、言ってたんで、それはまあ安心して見ておれるなと思いますけどね。風上が三菱浦和レッズです。風下がこの緑の読売ヴェルディ、ヴェルディ、さあこれが数、三浦知良倒されまして笛、11番の日本のエースであります三浦知良に浦和レッズの方がどういう対応をするかという話を森監督に聞きますと、いつもの通りゾーンディフェンディフェンスで守りますという話が返ってきましたが、この位置からのフリーキック、読売ヴェルディ、中央の方にはペレーラ、ディフェンダーも上がってきました。そのペレーラがオフサイドを取られました。この15番です、ペレーラ、ブラジルからやってまいりました。そして今日は20番のパウリーニョも先発ですが、2人のブラジル人が入っている読売、一方三菱の方はアルゼンチンからトルビソンドとエスクデロという2人の選手が加入しておりまして、この辺りも、あ、これがトリビソンのですね、金田さん、はい、いわゆるアルゼンチンとブラジルという、南米同士ですね、南米ですが、同じ南米ですがちょっと違うね、はい、戦いも興味があるかと思います。そうですね。また三浦和です。これがいう中盤の激しいチェック、三菱の得意です。左に展開してきました。さあ田中慎二がボールをキープしました。あまりサイドバックが上がってくるケースはありません、三菱浦和レッズ。その激しいチャージチェックを見せましたのが2番の加藤久志です。一気に前線へ、倒れない、ボールを取りました。トリビソンの髪を振り乱している長髪のこの3番がアルゼンチンからやってまいりました。トリビソンの182センチ80キロ、金田さん、はい、この人のフリーキックも見ものですね。見ものですね。楽しみですね。何回か出てくると思うんですけどね、さあ数が今度は右に来ました。11番三浦知良、キャプテンマークをつけております。一回戻します。うっとレッズがボールを奪い返しました。柱谷浩一から左へ福田、全日本のウイングです。福田が上がってきます。あっと出ました。8番がこの人、日本代表の福田です。広瀬ですね、今ドリブル、失礼、これは8番広瀬ですね、はい、これは広瀬です。9番が福田です。はい、広瀬君の右足からのフリーキックであるとかロングシュート、はい、これも楽しみですね。そうですね、準々決勝でも決めてますけどね、ロングシュート、はい、広瀬はフリーキック、コーナーキックになりますと出てまいります。その広瀬です。今ちらっと左の方に映っているのが9番の福田。なかなかいい展開をする三菱立ち上がり、ここには選手がおりませんで、読売ヴェルディボール、一気に前線へ、武田へボールはつながりません。そしてこれが武田、中央にはカズがいます。そのカズにボールを渡す、どうする、カズなかなか上げられない、中央は左に上げます。そしてヘディング、パウリーニョ、ボールの奪い合いは依然として三菱、20番パウリーニョからパスは通りません。小柄な16番の菊原が行きましたが、ボールは浦和レッズに取られました。しかし依然として読売ヴェルディ、速攻なるか、浦和9番のこれが福田と倒された、福田倒されました。
流しますね今、はい、オフサイド。センターフォワード、かつての日本のエースでもありました柱谷浩一が行きましたがオフサイド。またもう一つの興味は監督同士の対決、そして選手同士の対決がありますが、柱谷兄弟ですね、はい、まあ、これはかつては金田さんも日産でいろいろプレーをされまして、二人の癖っていうのは分かってると思うんですがね。今でこそですね、三浦君兄弟、はい、いろいろ事情を騒がしておりますけど、はい、もともとは柱田君の兄貴と弟の戦いの方が激しいですね、コーナーに逃れました。やはり私も練習中何度か、はい、一緒にやってますけどね、非常にこの二人の対決というのは今日の見どころの一つだと思いますね。そうですね、はい、三菱コーナーに逃れまして、読売ヴェルディが左から最初のコーナーキックであります。さあゴール前には20番のパウリーニョもおります。そして15番のペレーラも上がってきます。加藤久志もいます。2番です。これはゴールラインを割りました。蹴ったのは三浦和義です。ちょっと三菱が風上、読売が風下ということですが、その辺の影響ありましょうか。特にないと思います。はい、これぐらいの風ではないと思いますね。はい、はい、三菱浦和レッドダイヤモンズ、これがゴールキーパーの土田です。187センチ85キロあります。菊原ヘディング、まあ、先ほど読売の津波君が出れないということで、はい、21番の新人の中村君出てますけどね、左サイドで、先ほどいいプレーをですねしてセンタリングまで結びつけてますんでね、はいはいはい、落ち着いたと思いますね、はい、そういう意味で、 ですチャンスですね、はい、右の石川がうまいディフェンスを見せました。ゴールキーパーが手を使えません菊池。このあたりが一つ、今シーズンの大きな特徴にもなっておりますサッカーです。今のはちょっと菊池君もね、はい、空いたディフェンスのところは手を使ってもいいんですけどね、やはりこれだけの慣習と、やはりプレッシャーの中でですね、はい、慎重にプレーしてましたね。あ、はい、そうすると今のは手を使ってもいいけれども、一応念のためということですからね、はい、まあ、チームメイトからはね、手を使えるんだっていうジェスチャーがありましたけどね、はあはあ、いいんじゃないですか今のは。別に緊張してたわけじゃないですねゴールキーパーは菊池です。去年は怪我に泣きました。さあ一気に風下から風上ですが前線へボールが通りましたが、笛が鳴ってハンドですね今のは。これが今日ツートップの一人として入っている読売ヴェルディのパウリーニョです。立ち上がり、まあ、ゴブゴブといえばそれまでですが、ややボールのキープ力で三菱の方がいい展開をしております。引き付けます。これは金田さん、はい、最初に言われましたが、やっぱり三菱のこのチェックが厳しいということですか。やはり読売ディフェンダーが持った時の、はい、中盤含めたフォワード含めた7人の選手が非常に厳しいプレッシャーかけてますね。そうですか、はい、この辺りです。なかなかいいダッシュを見せました。ナトリベテランブルブルで持って出ます。そして右を走らせます。エスペデロ取られました。取ったのはペレーラ。ゴールキックです。ペレーラ今シーズンからこの読売にヴェルディに参加しております。1対1の強さには定評があります。そしてフリーキック、ま、三菱のトリビソンのと同様フリーキックの魅力もあります。まだそういうシーンが出てこないんで金さんちょっと残念なんですがね、はい、風下ですがなかなかキック力もあります菊池。うっとミスを犯しました2番の田中慎治。菊原16番前半10分が経過しました。三浦和義から柱谷手筋、しかしこれをカットした。どちらか三菱福田左に降ります。福田本来の左のウィングに戻ってまいりました。福田突破するスピードがある。そして中央から上原シュートはちょっと浮きました。
そうですね、シュートは少し浮いてますけどいいタイミングで、やはりこの時間シュート、ロングシュートは大事ですからね。そうですか。やはり福田君のドリブルからなんですけどね、これ上原ここでトラップせずにダイレクトで打ってますね。あ、ペルーから今年来ました169センチ小柄な上原、初めてのシュートですからね、両チームとも。そうですね、10分を過ぎて、こういう時間帯でのシュートっていうのはやはり大事ですね。はい、浦和レッズの方は上原、ペルーから、そしてトリビソンノとエスクデロはアルゼンチンからやってきております。3人まで外国人選手がプレーができます。ゴールライン終わりました。読売ヴェルディはこの天皇杯大苦戦して準決勝まで進んできました。やっぱり金田さん、この故障者が出ているということがちょっと響いてますかね。はい、そうですね、やはり全日本の選手多くいるチームですからね。はい、やっぱり8月からのあれだけのハードなスケジュールで、過密スケジュールでやってるとどうしても怪我出てきますね。はい、はい、まあ、その中でも勝ち続けている読売の強さというのはやはり大したもんだと思いますけどね。そうでしょうね。はい、オフサイド、日本リーグが今年終わった後、ダイナステイで中国へ、そしてアジアカップ広島で、そして、J リーグカップがその間にありまして、大変なハードなスケジュールをこなしております読売ヴェルディです。一方、このボールをキープしている赤の三菱浦和レッズ、今ボール持って6番の名取選手ですね。はい、レッズのやはり彼が非常にスルーパスとかいいパスを出せますんでね。なるほどね。あそこからのゲームが来て作られると、三菱はやはりかなりチャンスになると思います。はい、カウリーノから石川、ね、ボールが出ました。石川上がってきました。そして中央へクロスパス、ダメ。右のサイドバックの石川です。これが加藤久志。三菱ボール。三菱はこの広瀬、そして福田、この左からの攻撃がちょっと今日目立っておりますが、押しました。その9番の日本代表の福田を押しました。浦和ボールです。広瀬がキッカー。レッズの9番をつけた福田君には当然スピード、それからシュート力もありますんでね、はいはい、かなりハードなマーク来てますね。ちょうど加藤久志、それから右のサイドバック その石川、君ですね。はい、菊原、そして久々武田です。突破できるか、戻します。三浦和義、菊原から戻して柱谷が左へ振ります。左から上がっていく、今日左サイドバックの中村です。出ました。フリーキックですね。フリーキックです。読売のフリーキックですかさず数が行きました。三浦和義。ゴール前にちょっとペレイラ間に合いません。今画面に出てくると思うんですけど、今出てきました2番の加藤選手上がってますね。そうです。ペレイラがその外です。直接狙うような格好になりました。このフリーキックには提供のあります三浦和義、時々ダイレクト狙いますね。狙いますね。狙える力を持ってるんですね。はい、その三浦和に対してボールが結構いきます。密着マークはしてませんね。あくまでも森監督おっしゃってるようにゾーンでやはり行ってると思うんですね。はい、あくまでもボールサイドのあるところの近い選手がマークしに行くというふうな形を取ってますね。なるほどね。はい、風上の浦和です。浦和レッズ、そしてこれが左の中村、前線へつながりますか。レッズいいですね。今もドリブルからパス、ベルディの選手がやってるんですが、はい、パスの出るところ必ずサポート、うん、マークに行ってますね。早いですよ動きがね。はい、この両チームは今年のナビスコカップ、 J リーグカップでも一度戦っておりますが、この時は1対0で読売ヴェルディが勝っております。それは1点は PK による1点でありました。いいチェックをします。浦和レッズ、いいですね。はい、今も2番の田中選手インターセプトしましたですけどね、彼は非常にあれを狙ってますんでね。はい、いい選手ですよ。そうですね。はい、
8番の戸塚がいました。そして5番が柱谷哲司。左から行きます。中央にはあっと通りません。しかしコーナーキックか。三浦君がドリブルで抜けてシュートまでイメージしてたんですけどね、はいはい、レッズの10番をつけた上原君よくディフェンスもありましたね、はい、読売が左から2つ目のコーナーキック。先ほども三浦和義和でした。今度はどうでしょう。また近いボール、キャプテンの柱谷浩一がヘディングで返しまして、オフサイド。さあ今シーズン、まあ、このところこの最後尾のディフェンスから相手ディフェンスまでの幅が非常に短いんですが、はい、どうしてもこのオフサイドトラップに引っかかりやすいですね、そうですね。バックラインをあの上げてきますんでね、特にクリアの後は全員でバックラインを押し上げて、なるべくスペースを狭くしてそのまま攻撃守備に入りましょうというのが各チームの、理想なサッカーでしょうからね。ゴールキックでもですね、残りの選手はもうほぼハーフウェイラインのそばにいますもんね、そうですね。お、いい格好になりました。三菱上原、右からのドリブル、そして右に渡しました。選手が一人上がってきました。あっと上は三菱ボール、浦和レッズいいところでフリーキックを得ました。さあ先ほどの広瀬が行くか。ここです、見ましょう。そうですね、あ、8番の戸塚君が行ってるんですが、です、ね、まあ、やはりあの足が引っかかってますね。引っかかりましたかね、はい。さあ8番の広瀬が行きました。浦和レッズゴール前、トルビソンのも上がっていきます。3番の長髪の選手今入りました。ペナルティエリアの中に入った。直接狙った、キックでしたが、しかしクロスバーの上を通過しました。いいフリーキックですね。やはり素晴らしいですね、広瀬君の右足のシュートですね、はい、今のシーンです。直接狙いました。あわやというところでした。いやいや素晴らしいですね、これがもう少し内側に入ってきますと、はいはい、詰めてた柱谷君、あたりに ね、なるほどね、頭で合わせることができるんで、はい、カーブかかってますからね。そのシュートを打った広瀬です。帝京高校からこの三菱に入って27歳、もう中堅です。フラワーボール、立ち上がり浦和がややですが押し気味に試合を進めております。しかし読売ヴェルディの方も2度にわたるコーナーキックでチャンスを迎えておりましたが、しかし両チーム得点に至っておりません。はい、繋がりました。これが柱谷浩一、柱谷兄です。上はならない、上はならない、まだ行きます。かつて日本代表のエースとして金田さんも一緒にプレーしましたが、はい、あの倒れ方なんかまだそのまんまですね、そのまんまですね、柱谷やはり下半身が安定しますんで ね、さすがの読売の加藤選手もちょっと参ってるなっていうマークしきれないっていう場面が何回か今出てますね、日本代表としてね、はい、かつて一緒にしたプレーです、仲間ですからね、もう長年あの2人やってますね。そうですね、はい、そこも見どころの一つだと思います、はいはい。まあ、浦和の方にはここですね、はい、これですね、はい、浦和レッズの方にはいろんなチームから補強された選手がおります。福田スピードがあります。どう抜くか、まだ上げた、長すぎたが、しかし依然としてまだレッズのボール、ここを読売が奪い返しました。トルビソンのが向こう側のタッチ蹴出しました。トルビソンのなかなかパスの読みのいい選手でもありますが、どういうわけか182センチもありながら1対1にはもう一つという、森監督の話でありました。前半20分経過しました。読売と三菱、また三菱です。非常にこのところいいサッカーをする三菱、左に大きく展開します。ここには福田がいます。福田、そして柱谷、ワンツーもらおうとしたんですがダメでした。依然としてまだ浦和、シュートを打った望月、これはちょっと弱かった。
もう一つ頭で、そして倒れたが、フェア、フェア、なった、なった、なりました。三菱ボール、倒れたのは福田、その向こう側が長身の望月です。さあこの距離、その今のシーンですが、あ、これカズですか、後ろにいるのは。そうですね、そうですね、福田君ですね。やはり福田君能力高くてゴール前は危険な選手なんで ね、はい、そうですね、三浦君もやはり注意して見てますね、はい、福田そして三浦和義とチームは違いますが日本の代表です。ここで8番が広瀬、どうしますかねこれ、上原が10番がいます。広瀬君のロングシュートのような気がしますけど、それとも股を開いてますんでね、今トレビソンのが後ろからロングシュートというのもあるでしょうね。トレビソンの3番です。この背中を向けている選手、ちょっと後ろへ出していくか、トレビソンのシュートが見られるかどうか、浦和レッズです。それとも広瀬が、広瀬狙った、シュートはわずかに右、いや惜しかったですね今のは。2本目のフリーキックシュートを狙いました広瀬、今度はわずかに右でした。ここから見てると入ったように見えますけどね。本当そうですね、このシーンです、もうわずかだと思いますよ、あ、当たりそう、これでカーブが、うわー、当たってますか、これ外側からネットに当たってますね、それだけ曲がってるんですね。素晴らしいシュートを見せました広瀬。いやまた別の意味でですね、金田さん、はい、この6番のお客さん満足するシーンですね、やっぱりいいプレーに対しては反応早いですね、はい、今蹴ったのが読売の菊池です、ゴールキーパー。13番、これが石川、右のサイドバック、非常に読売は小柄の選手が多い。この石川168センチ、20番パウリーニョは164センチ、そして16番菊原162センチです。そして武田が持っていくが、ディフェンダーに当たって再び読売ヴェルディのスローインです。今もこの映ってます武田君に対して、はい、ディフェンダーレッズの2番の田中君が応対しましたけどね、非常に冷静なポジショニング取ってますね。そして三浦、オーバーヘッドはゴール前行った、危ない、テレビソンのクリア、読売チャンスを逃しました。速攻は柱谷浩一から今度は右へ、7番のエスクデロ行きます。さあどっちか、ペレーラも行く、ブラジルとアルゼンチンの奪い合いはブラジルに勝利が上がりました。うん、流す、流します、そのままです、クロスが上がる、ゴール前、橋の方に、そして左から、これはチャンスですね、福田上げられるか、上がった、ゴール前飛び込んだ、どうか、あっと右、後ろから飛び込みました。今のはこれは福田君からのセンターリングなんですけどね、柱谷のお兄さんの方が突っ込んだ後を、もう一回外から来てますね、はい、もう一度見ましょう、福田選手は、ここです、あ、柱谷が空振りして、その後ろ、これが誰でしょうか、元吉、17番の元吉選手ですね、はい、右のサイドバックのディフェンダー、相当ヘディングには自信持ってますからね、惜しかったですね今のは。そうですね、三菱の場合は最近の、流れから言うと珍しい 3-4-3 というスタイルを取っております。したがってバックサイド最終ラインが上がるということはあまりないんですが、はい、今日は田中慎二なんかもよく上がってきますね、笛は、おー、読売ボールです。さあ読売がここでチャンスを迎えました。誰が蹴りますか、15番のペレーラ行きましたね、ペレーラじゃないですかね、やはり三浦和義、ガンバ戦でもフリーキック決めておりますね、あ、ここは三浦和義が譲りますか10番の上原が違うじゃないかと、もっと下がるということです。あ、上原警告を取られそうです。あ、ちょっとエキサイトします。まあこの両チーム
今年の J リーグカップナビスコカップでも揉みまして、その時はラモスが柱谷兄高一の顔面を肘で叩きまして退場処分になっておりますが、今年から去年までの間に3回揉めたゲームがあります。上原が警告を取られました。どっちが蹴りますか。11番三浦和香あるいは15番のペレイラか。笛はなかなかレッズの方が下がらない笛です。さあ長くなりました。早く蹴るように菊池レフリー。そしてシュートはダメ、壁に当たりました。そして一気に走ります。10番の上原行きましたがダメでした。オフサイド、おっとハーフウェイラインのわずか1メーターぐらいのところで三浦和義オフサイドライン引っかかりました。今はすごいですね。読売の菊池君が、待ってください、ペペ監督が今のはおかしいじゃないかということですね。三浦和がハーフウェイラインより中に入ってたんじゃないかということですが、さあ見てみましょう。最後のところはここで全員帰ってるんじゃないかという抗議なんですね。ちょっとこの辺はね微妙なん ですね、レフリーの方の目を信じるしかないんです ですね。この辺は、ま、ただこういったレッツのディフェンス組織を作っているのが11番のトップをやっている柱谷君です ね。彼が追うことによってプレッシャーかけられるわけですね。なるほどなるほどね、はい、柱谷浩一兄31歳、弟は読売ヴェルディ28歳です。この辺りのディフェンス力は浦和レッズ三菱です。21番が中村です。前半から始まってちょうど25分ぐらいですか、はあ、非常にあの三菱の選手の動きがいいのとディフェンス組織がしっかりしているのと、はい、いいチャンスをやはりオープンから作ってますね。福田君エスクエロ、はいはい、いいプレーしてますね。今もいいカットしました。クルビソンのバット前線 やはりそしてエスクエロから、はいはい、福田がいます。そして中央柱谷、中へ入るか。福田左へスピードで持ち込む、懸命に行きますが、あっと倒された。これは笛、おっとおっと、これはいけません。石川、13番の石川がイエローカードです。15歳までボリビアで育ちまして、その南米のいわゆるこう熱情といいますか、そういうものだけを引き継いできている感じの石川です。小柄ですがなかなかテクニシャンですね。攻撃にも参加できますしね、ディフェンス能力も非常に高いですね、はい、彼はどっちかというとサイドバック攻撃は読売です。イボリッタ三浦ですか、ヘディングで返しました。もう一つエスクレロですか、ダメ。シュートを打ったのは10番をつけている上原選手なんですけどね、7番ではなかったですかね、はい、ロングシュートこれで2本目ですかね、前半から見て非常に積極的でいいと思います、はい、やや押し気味に試合を進めている三菱。その中でもやはり広瀬のあの2本のフリーキックが光ります。一方読売の方は2つのコーナーキックが非常にいいチャンスだったんですが残念でした。そういう意味で金田さん、はい、このセットプレーを取るというのも一つ手かもしれませんね。大きいですね、そこで取れる、はい、まあ、形と得点力を持ったチームというのは今からやはり大きいですね、はい、さあこれ一気にいきます。こういうパスに対してどん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 プレッシャーかけてくるわけです ね。赤の選手が追ってますね、今追ってますね、でこのボールをカットできるわけですね、はい、あ、なるほど、そうですか。10番の上原倒されたがフェアならない。これを取る、これはチャンスですよ、いきます、フリーですね、上げる、ダメ。エスクデロが B から上げましたが低すぎました。ただ今のプレーを見てます、はい、ペレイラもそうですけど加藤さんもそうですけどね、上げるんなら上げてみろというふうな形でいつでも跳ね返してやるっていう余裕は持ってますね。読売、はい、の誇る2枚のセンターバック。さあ武田ドリブル上げるか、コーナー
3つ目のコーナーキック、久々に武田らしいプレーが見えました。前半30分、カバーリングは三菱のトリビジョンでやってますけど、はい、その前にこの画面で分かるように福田君が帰ってるわけですね。そうですね、もうフォワードミッドフィルダー関係なく三菱は全員帰って守備してますね、なるほどね。 3-4-3 というシステムを引きます三菱が、素晴らしいディフェンス、素晴らしい攻撃です。さあ三浦和義ですが、ゴール前、あ、ダブル、入ったか、入った入った、ゴール喜んだのは武田、こぼれ球を武田が左足で押し込みました。読売1点先取、前半31分、三浦からのコーナーキック、こぼれ球を武田押し込みました。さあ見ましょう、三浦君のコーナーキックなんです。キーパーの辻田君が出てますけどね、届いてないんですね、これが、これ両方届いてないんですね、はい、でこぼれたところをここで振り向きざまに11、あの武田君がね決めてますけど、あれ加藤久志が今空振りしましたね、ヘディング、前でそれに釣られてるんですね、これが裁判してるんですね、これ後ろから誰ですかね、小柄な選手が出したのがね、それを武田が押し込みました。やはりですね、はい、前半から始まって三菱のペースだったわけですね、そんな中でも水野さんおっしゃったように一つのフリーキックでチャンスになるわけですね、コーナーキックを3つ目でものにしました読売、1点先行ですが今度は三菱、三菱浦和8番の広瀬です。そして7番のエスクデロが行きましたが、どうしますか、もう1回広瀬のキックを見たいもんです。上がります、カーブかかってヘディングは上、今のはトリビソンノか、トリビソンノと11番の橋ラナリ君が飛び込んでますけどね、はあ、やはりその2人にあの読売のディフェンダーきっちりマークしてましたね、今ね、なるほどね、はい、そうすると中盤のところで激しくディフェンスするのが三菱で、最終ラインで読売来るなら来いとディフェンスするのはこの加藤久志プレイヤーですかね、はい、そうですね、特に良かっただけにですね、はい、三菱の方が、あの1点というのは読売にとっては自分たちの思う中盤を細かくつないでいくサッカーができなかっただけに大きな得点ですね、はい、決してこういうものがあのサッカーにはありますね、押していながら点にならない、一発で点を入れる、こうなりますとまた三菱の方の戦い方も変えざるを得ないでしょうからね、そうですか、はい、33分が過ぎました後半です。三菱ボール、これが森監督、かつての日本代表三菱の監督になって、初めてです、初めてのシーズンです。そして隣に落合コーチの姿も見えております。この森、日本代表の監督のもとに金田さんもプレーされてますね、はい、落合さんも私も若い頃全日本に入れていただいた時には一緒にキャプテンとしてお会いになってましたので、ね、非常にあの真面目な方で真摯な方ですね、はいはい、森監督になって、まあ、去年一昨年のシーズンが非常に悪かった三菱ですが見事に蘇りましたね、はい、今日は三菱の方は17番の右サイドバックの本吉が随分上がりますね、はい、あんまりあのポジションは崩さないはずなんですけど、やはり中盤で気持ちよくボールが取れてますんでね、プレッシャーのかかった後、はいはいはい、だから十分余裕を持って攻撃に参加できるような形になってますね。今なんか本吉戻る前は最終ラインは2人か3人しかいませんでしたね、はい、ただ必ず本吉君、はい、17番の本吉君が上がった時には、名取君がですね、6番の名取君がうまくカバーしてますね、なるほどね、だからバランス的には崩れてないということなんですね。非常にこのコンビのいい三菱のディフェンス、福田、あ、ちょっとミスキック、読売もミスキックです。8番の広瀬、その広瀬1回戻します、ここに田中慎二がいます。おっ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 、
に取られました。押したということです。しかしいつもは右サイドの中盤にいる望月がですね、あそこまで左の方へ来るっていうのも、今日の三菱はこの攻めの方のポジションチェンジなんかも冴えてますね、はい、特に敵陣でのボールに対してのプレッシャーっていうのはもう誰構わずかけてますんでね。あということはこれ後半持つかどうか、その辺も勝負になってくると思いますね、はい、武田2人に囲まれて取られました。トレビソンの大きくクリアしまして、一気に走るのに高一へ前線へ行きます。キーパーがヘディング、キーパーのヘディングでした。あっと向こうサイドにあれは数が残っておりました。いや武田です、武田が残っておりました。また左からの攻撃、福田、そしてシュート、あーっと逆だ、ディフェンダーに当たってコースが変わりました。8番の広瀬君ですね、はい、4番のディフェンダーに当たりました。石川が倒れておりますが、石川に当たったのか、赤い旗が揺れます。国立競技場1対1の同点。今のプレーです。これは上原ですね、キープをしながら広瀬君なんですね、はいはい、ここでシュート打った。で左足をクリアしようとした左足、石川君の左足に当たってますね、まあ、いわゆる自殺戦ということになるんですが、はい、ああ当たってますね。これで完全に菊池が、はい、そうですね、逆取られますね、逆取られました。ただこれはしょうがないんですね、試合の中でこういったプレーは誰も、はい、守ろうと思ってやってることですからね、早く気持ちを切り替えて、はい、攻撃してほしいですね。これはどうですか、今広瀬の画面の方にはシュートで3ゴール1と出ましたが、はい、広瀬のシュートとしてシュートはやはり、まあ、当たったということもあるんですけど、非常に抑えた強いシュートがいってますんで、ああいう反応になるわけですね、ディフェンダーも。なるほどね、まあ、あるいは自殺点になるかもしれません、記録上です。やはり広瀬君のシュートを褒めてあげたいですね。そうですね、はい、勢いに乗ります三菱、いい格好で同点に追いつきました。左を田中慎二が上がっていきますが、ボールは行きません。その田中へは行きませんで、石川がカット、パウリーノ突き飛ばしました。これが先ほど金田さんがご指摘あった名取ベテラン、31歳、はい、三菱生え抜きの選手であります。そういえば金田さん、はい、名取、福田、広瀬、そしてまあ土田もそうですが、このぐらいしか三菱生え抜きないんですよね。相当変わってますね、チーム変わりました。チャンスですね。さあ三浦勝つコース、上げる、ちょんと上げる、さあ向こう側からヘディングはダメ、もう一度、あっとゴールキックです。ゴールキックですね。パウリーノが行きました、この20番、しかしダメでした。164センチ小柄なパウリーノ、スピードはあります。日本で行われた両名戦でも2トップを守りました。いかにもこのブラジルからやってきたというスピードとフェイント、ドリブルなどには定評があります。1対1の同点です。右振る、そして上げる、ディフェンダーに当たってコーナーキック。今日は三菱の方も上原、エスクデロ、右からはこの2人のペルーとアルゼンチンの選手が行きます。左からは福田です。なかなかいいバランスの取れた攻撃をしております三菱。コーナーキックはレッズ初めて、ベルディ4つ目、いや4つがレベルディです。レッツ、三菱の方もコーナーキック2本目だと思うんですけどね。そうですね、はい、そしてゴール前クリアしました。先ほど広瀬が蹴りましたね、ベテランの戸塚も今日は中盤を守ります。ゴール前橋の谷、橋の谷です。
ペレイラがクリア。しかし17番の元吉が右サイドバックがここまで上がっております。クロスを上げる、低い、ちょっと低すぎました、届きません。逆襲です。この辺り三菱のディフェンスの硬いところ、硬いですね、はい、オフサイド。そういえば金田さん、はい、三菱といえば昔日本リーグでは点は取れないけれどもディフェンスは硬いというチームで定評ありましたが、それを森監督が変えようとしてるんですね、しかし同じディフェンスでもその日本リーグ時代のディフェンスとやっぱり違ってますかね、受け身じゃないですね、攻撃的なディフェンスを考えてますね。なるほどね。それをリードしているのが2番の田中慎二ですね。エスペデロ、あっと強いてシュート、福田柱谷スルー、その後福田が入れました、2対1逆転、喜ぶ森監督、これ右からの攻撃でした。2対1三菱逆転、素晴らしいプレー。ロングパスをエスクデロのセンターリング、ここで柱谷が詰めてるんですけどスルーしましたね。そして福田、福田君がこれはサイドキックなんですがボールが浮いてるだけに難しいシュートなんですよ、なるほど、これがエスクデロ、ここですね。そして兄がスルーしました、はい、素晴らしいスピードで福田が飛び込みました、ね、これやっぱり福田のこのスピードの飛び込みですね、2対1三菱逆転。キーパーよく見てましたね福田君、はい、さあ俄然熱を帯びてまいりました準決勝、6万の大観衆の前、読売三菱の対戦です。ゆっくりと上がる読売ヴェルディ、前線は2人しかおりませんが手はなりません、流します。そして持ち抜きエスクデロ、右へと届きません。今ちょっとミスパスになりましたけど、はい、やはり三菱の今映ってます6番の名取君ですね、はい、先ほどからいいインターセプト、カバーリング、それから柔らかいパス、彼が中盤はリードしてますよ。そうですね、帝京高校出身の名取、もう31歳になります。あと残り時間は2分を切っております。読売ボール、この両チーム、まあ、日本リーグ時代から何度か対戦しているんですが、不思議なことに天皇杯では過去1回しか当たっておりません。81年準々決勝一度だけ、その時は0対0で PK 戦にもつれて読売が勝っております。天皇杯は2度目、加藤久志選手も先立っての試合で右足首を痛めまして、まだ本調子ではありません読売ヴェルディです。やはり金田さん、はい、読売の方はラモス北沢を欠いてこの攻めのペースがもう一つ出てきませんかね、やはり得意の中盤での細かいパス、ダイレクトでのパス、それがやはり起点がないだけに、三浦君もちょっと引き気味にやってるんですけどね、なかなかこういいパスつながらないですね。それと何よりも三菱のディフェンダーの速さが、はい、あの攻撃を潰してるんですね。そうですか、目をつんでますよ。はは、そうすると読売としてはその速い潰しになんとかこう対応しなきゃいけないんですが、今のところどうですか、そのなんかこう工夫の後っていうのはありますか。ちょっとですね、選手もどうやっていいかわからないっていう風なプレーぶりですね、見てて、はい、今日はラモスはベンチに入っておりますので、あるいは後半出てくるかもしれません。三菱ボール、手元の時計ではもう間もなく45分です。2対1、三菱1点リードで今ロスタイムに入りました。さあどのくらい取りますか。三菱激しいチェックで読売がボールを取りました。ここで前線へなかなかつながりません。さあ行きます、三浦和、三浦和ですがオフサイド。加藤さんおっしゃったように今最後尾から持ってきましたもんね、はい、この三浦和。
もう少しやはり読売の方は11番の三浦君にボールが集まらないと、はい、なかなか攻撃の起点できないですね、はいはい、ここで笛が鳴りました。前半終了、前半終わりました。2対1、浦和レッズダイヤモンドが逆転しまして前半が終わりました。いやなかなか金田さん前半、はい、これ見応えのある試合でしたね。いい試合ですね。その第1は何といってもこの読売に対して三菱の方がなかなかディフェンスで守り勝っている、しかもいいボールが前線へつながる、はい、あの三菱が理想としているサッカーが前半はできたということですね。そうですか、これに対して読売の方はやはりちょっとですね、選手一人一人のボールに対する反応、はい、それからパスをもらうタイミング、出すタイミング、はい、ちょっと合ってないような気がするんですけどね。やはりそれも激しいプレッシャーをかけている三菱の良さが目立ってるんでしょうけどね、まあ、北澤は顎を骨折して出られませんが、はい、ラモスはベンチに入っている、そうすると後半どこかで出てくる可能性はありますね、大いにあると思いますね。大いにね、はい、読売の方はラモス、北澤、そして津波と今日はスターティングメンバーから代表選手3人を欠いておりまして、前半ご覧のように苦戦のプレーで2対1三菱リードで終わっております。さあそれでは前半をもう一度振り返って得点シーンをご覧いただきましょう。立ち上がり金田さん、三菱の方が攻めてましたが、はい、この1本のコーナーキックね、この1本だったんですね、はい、しかしこの辺よく武田の得点感覚と言われますが、今のシュートも簡単に決めてますけど振り向きざまですからね、まさに真骨頂出ましたね、はい、で特に武田はこのところも日本代表に行ってもですね、オフト監督に使ってもらえずイライラしてたんですね、はい、そうだと思いますね、これで吹っ切れたのと思います武田ですが、さあ1点をリードしたんですが、その後前半の36分すぐ5分後ですが三菱が同点に追いつきます。ここです。そして上原君からのパスを広瀬君のシュートですね、ディフェンダーの石川に当たって、ま、オウンゴールといいますか自殺点ですが、ま、広瀬の落ち着いたシュートということで、ま、広瀬の方にね、得点を入れておきましょう、はい、これで1対1の同点に追いつきました三菱です。そして41分その5分後です。今度はこのエスクデロがいいバスを出して柱谷がスルーしました。これは空振りではありませんで、わざとやったんです。で飛び込んだ福田のスピードで見事キーパーの動きを読んでのシュートで2対1。いやしかし前半は金さん、はい、私も久しぶりにこう興奮しましたよ、これだけ集まっていただいて、はい、お客様に楽しんでもらえる試合だと思いますね。そうですね、はい、しかし6万というのがこの準決勝でね、はい、初めて入った、その前でこの素晴らしいプレー、まあ、最高ですね、はい、これ選手のいいプレーを引き出したのはお客さんと言っていいかもしれませんね、私もですねナビスコ杯それからアジアカップ、はい、ずっと見せてもらってるんですけどね、やはりこれだけのサポーターが来ていただけるっていうのは、はい、ある種僕らが選手時代の時には考えられないんですね、だからそういった意味ではね今の選手っていうのはね幸せですし、それなりのプレーをねお客さんによって引き出してもらってますね、はいはい、去年 の、 日本リーグでですね三菱この読売戦監修2500なんてのありましたから信じられないですね、信じられませんよね、というその大観衆を映し出している東京の国立競技場です。こちら国立競技場は後半が始まります。エンドが変わって右読売、左が三菱です。今始まりました。2対1と三菱リードのうちに後半が始まりました。さあ読売の方は依然としてまだラモスは出ておりません。ラモスは金さん出てませんね、はい、出てませんね、出てません、はい、メンバー交代はどうやらまだ両チームないようであります。今度は風上に立ちました読売です。神戸の方は日産と藤田両チーム前半終わって0対0あーっと笛が鳴りましたが武田が倒されまして
ちょっと距離はありますが、武田君がすり抜けようとしたところを2番の田中君ですね、三菱の今イエローカード出ましたか、今のは出るプレーだと思いますけど、田中慎二です。そしてキッカーは三浦和義和。もう一度やり直し。さあ後半はどうなりますか。読売ペペ監督は自分たちのプレーをすれば勝てるよと言っておりましたが、自分たちのプレーが前半は金田さんできてないということですね。選手の立場から言いますよね、はい、疲れてると思うんですけどね、なんとか頑張ってほしいですね、はい、菊原がまだ依然としてボールをキープ。カズ取られました。このディフェンスが素晴らしい三菱。あの三浦和義、菊原がですね、金さん、はい、簡単にボールを取られるっていうのは考えられませんよね。考えられませんね、はい。まあ、他のチームメートのサポートが少しずつ遅いのと、はい、それよりもプレッシャーが早いっていうのがね、はい、エスクデロ読売ボール7番がエスクデロ、右のウィングです。一方森監督は選手は打倒読売に燃えて燃えまくっていると、まあ、勝ってそして元日の決勝へ行きたいんだということですが、勝てば12年ぶりということです。そして金田さんがおっしゃったように積極的な気持ちで攻めたいと、はい、あまり慎重になりすぎるなというふうに言ったそうですが、金田さんがおっしゃった通りにそれはやってますね。キックオフと同時にですね、今のディフェンスもそうだったですね、最初のディフェンスも、そして今シーズンこの J リーグカップを通じまして、まあ、初めてのこの国立競技場でのプレーができるという三菱、しかも大観衆、その中でのびのびとプレーをしております。一方読売は3人の代表選手を欠きまして苦しい試合展開、2対1、三菱が1点リードしております。やはり先ほど森監督のコメントにもありましたけどね、はい、消極的になるなと、うん、ということは三菱の良さっていうのはバックラインを押し上げた中での激しいプレッシャーを中盤でかけるわけです ね、はい、ですね。それが消極的になりますとラインが空いてきてコンパクトのサッカーができなくなるということで、はいはい、おっしゃってるんだと思いますね、はい、そうすると問題はその三菱のスタミナですね、集中力がちょっとでも切れると、その辺が切れてきた時に読売の方にチャンスが何回か出てくると思うんですけど ね、そこを生かすかどうかというのもまた一つの後半の見どころですね、はい、そうですね。後半は立ち上がり、今度読売チャンス。水野さん、はいはい、和田さんの和田ですが、どうぞ、両チームのですね、ハーフタイムの監督の話が聞きました、はい、まず浦和の森監督です、前半はですね、まあ、両サイドからえぐるという、攻めが目立ったんですが、これはですねチームの、まあ、最初から狙ってたことで、後半もですね、攻めは外から行きたいと、両ウィングえぐっていきたいと、はい、それから後半ラモスが出てくることがかなり予想されるので、中盤をしっかりと抑えたい。でディフェンス面ではラストパスに対するケアをしっかりしようという確認をしたそうです。あ、そうです。そしてね、はい、前半相当動いてますが、後半スタミナどうでしょうかって言いましたらね、スタミナは読売よりうちが上です、大丈夫ですとこういう話でした。お、そうですか。それから読売のペペ監督ですがね、はい、前半は自分たちのサッカーがやはりできてないと。できてない、もっともっと読売らしい、読売らしくですね、ボールをつないでいこうじゃないかと、うんうん、でそのために両サイドをもう少し使っていこうと、はいはい、こういう話をしたそうです。で、あ、そうですか。武田が調子がいいと、で武田にもっと狙っていけと、こういう指示を出したそうです。あ、そうですか。以上です、はい、どうもご苦労様でした。和田アナウンサーでしたが、さあそのペペ監督が今話しましたように、自分たちのプレーができていない、両サイドをもっとということ、これは津波がいないということでやっぱり影響あったんでしょうか。というよりもやはり三菱のディフェンダーがプレッシャーかけるのが早いですよね、はい、でスペースがないということで、オープンから攻めようということですね、はい、そして武田がいいということで、まあ、武田が1点を取ってます、それから武田君が流れるサイドにボールをなるべく集めようと、はい、そこで起点を作って、やはり戸塚君、木原君が絡んでシュートまで結びつけるという風な形を指示されたんだと思いますけどね。
まあ、読売の場合は武田とそれから今日小柄なパウリーニョ2人が大体トップに残るケースが多いんですが、そこへいかにボールを集めるか。これで両チームのこの配置がよくわかる画面です。望月長身、そしてつなぎます。あ、いいパスです。柱谷からもう一度、あっとここでつながりません。まだ三菱、うまい、抜けた、あ、倒れた、どうだ、これはやった、なりました。ちょっと今持ち抜きが自ら腰砕きのような感じでしたがね、ちょっとドリブルのミスに見えましたけど、やはりレフリーのギグさんがから見ると、そうです、見ましょう、それ上原に見えるんでしょう、そしてここですね、やっぱりちょっと影響されてるんですかね、微妙ですね。さっきまではこういうケースは、あまり吹きませんでしたが、はい、いずれにしましても後半開始早々三菱チャンス、距離は25メーターぐらいあります。うわっと後ろから画面の外からトリビソンのが来ました。画面の外からですから見てる皆さんはびっくりされたと思いますがね。いや、すごいシュートでした。ここまで音が聞こえてきましたね。トリビソンの素晴らしい今のプレー、これです。あ、加藤急に当たりましたが、加藤久志です。当たってますね。右足を痛めている加藤久志、よく頑張ってます。読売ボールと変わります。今のところ滑り出しはまだまだ三菱の方は前半のその勢いがあります。しかし本当にこの選手へ詰めてきますね、はい、三菱は。あっと、これミスキック誘う、これです、これです、柱谷、そしてこれがエスクデロ、エスクデロ行く、エスクデロ抜かれる、エスクデロまだ頑張る、上げた、そして増えた、後ろから後ろがシュート打てない、風船クリア、クリアした。読売ここから速攻に行きたいところ、大きく振りましたが三浦勝、パス行く、1対1シュート入った、入りました、シュート、同点、同点、オフサイドではありません、同点です。旗は上がっておりませんでした、勝つ、同点、シュート。いやー、素晴らしかった。菊原君からのパスですね。これオフサイドかなと思ったんですが、そうじゃないですね、これは角度ないんですよね、ところが逆サイドのネットに、こんな状況の中でよく決めれますね、はいはい、菊原からのボールが縦一本でこの数へ、いやー素晴らしい、これで2対2の同点、本当にワンチャンスを決めてますね。ラモス登場です。6万の観衆が揺れます国立競技場、緑の旗、読売の旗が圧倒的に多い国立競技場。すごいですね、観衆が、もうすごい声です。お、パウリーノに代わって、パウリーノに代わってラモスです。出てきましたね、いよいよミスター読売が出てきました、はい、さあ読売の切り札ラモス出てきました。果たしてこのラモス登場で流れがどう変わりますか。これで三菱の方はあれですね、菅さん、はい、ラモス対策ということをここでまた一つ頭に入れなきゃいけないわけですね、そうですね、まあ、守備の仕方は変わらないと思うんですけどね、はいはい、やはりラモスの場合は個人技が非常に高いですからね、はい、森監督もラモスが出てきたときに中盤で果たしてそのラモスをどう潰せるかということを一つ課題に挙げておりました。さあ神戸の方は動きがあったようですが、松本さんどうぞ。はい、横浜が先制点の1点取りました。後半14分のことです、国立とほぼ同じような得点の時間帯だったんですが、後半の14分、
左コーナーからのコーナーキックを水沼が蹴って、それでファーポストに上がったんですが、そこを飛び込んだ183センチの小泉が押し込んでの先制の1点。横浜日産マリノスが先制の1点を取って、今後半17分を経過したところです。はい、神戸の方も横浜が1点を先取しております。去年の決勝戦は横浜と、ま、日産とそして読売でした。果たして去年と同じような決勝戦になるのか。その待ったをかける三菱が今持ち込んだ。三菱のスローイン、三菱のスローインです。これが福田、懸命に守ります読売です。福田君はスピードありますね、はい、今の切り込みもそうですけど。そうですね、素晴らしいです。そしてこの10番の上原がスローイン流した、ゴール前シュートが、あっと外だ、外だ。11番の橋渡り、いやーゴール前でちょっと混戦でした。読売の選手が1人倒れました。ここです。まず上原がスローインしまして、柱谷ですか、あ兄弟ですね。そうです、あそうか、お兄さんの11番高一がシュートを打った時に当たりました。弟です、柱谷哲司。兄弟で蹴り合ってますんでね、この辺は非常に知らん顔してますよ、お兄さん。両チームエキサイトしてきました。しかし2対2の同点です。前半は2対1、三菱浦和が1点リード。後半8分に読売が菊原から三浦へつながれた、そのパスドリブルで持ち込んだ三浦が見事に左コーナーいっぱいに難しい角度で入れまして、2対2の同点。がぜん盛り上がってまいりました国立競技場です。今度は武田、トレビソンのディフェンス、武田と、あまだボールは生きてますが、トレビソンのが大きくクリア。ちょっと読売のペースになってきましたが後半です。そして橋谷哲司が今治療を終えましてフィールドに入ります。入りました。これでまた11対11です。前線に柱谷浩一がいますが、ペレーラがクリア。しかしこの後です、結局こういう風になります。本当にこの中盤 の, このボールのこう集中力といいますかね、三菱のこぼれたボールに対する反応の速さですね。ですから読売がいつになくやっぱりこうファウルが増えてきますね。はい、ナトリ、トレビソンの、そしてエスクデロ、ゴールキックと変わります。160センチのエスクデロです。しかしこの試合はこのエスクデロにしろですね、上原169センチ、そして読売の方にも3人160センチ台がいるという、林さんも小さい方でしたが、はい、サッカーでも小柄な選手でもできるっていう、もう本当に日本ですね。J リーグのトップでできるんですね。そういった意味では中学高校あるいは小学生のサッカーをやってる、目指している選手の方々は十分できるんだということで、はい、自信持ってほしいですね。まあ、トップを見れば世界のあのマラドーナもね、はい、165センチぐらいしかありません。はい、持ち抜き叩いて前へ出ます。そしてエスクベロですが、これは中村クリアしました。もう一度、今度はペレーラ、今のところラモスの動きがそう目立って
中心にはなっておりません。大観衆が起きた時にはこのムーラです。今日は読売のトップの9番をつけた武田君が調子いいですね、はい、あの起点になってますね、はい、そしてラモスの動きは今どういう風に見たらいいんですか。やはりまだ探知してませんからね、あの左足引きずってるように私は見えますけどね、はい、左の膝を痛めておりますラモス。ただ気持ちの強い選手ですからね、やはりこうやって今日は練習休んでます。自分から出てくるんでしょうね。今も見てますけどダッシュが効いてませんよ。はあ、ははあ、足元に鉄人、おっとディフェンスで当たった。木原叩いてラモスへ、さあ大歓声、あっと木原がもらい損ねました。この辺りがちょっとコンビネーションがうまくいきませんでした。木原もこれも小柄な選手であります。167センチ、まあ、菊原もですね、カレンさん、はい、この小柄でドリブルのうまさ、こういうものを聞くとこうラモスの後継者的な存在になりますかね。あの今から伸びればですね、十分可能性あると思いますね。16番読売、この選手背中見えてます。23歳です。ラモスに言わすと菊原は天才だって言いますか、ね、天才ですか。ああ、ドリブルからのパス、シュート、そういうところ、さあ見ましょう。天才ぶりかわした、そして渡す三浦、パス行く、あ、倒れた、持ち抜きファールを取られました。さあ呼び売りチャンス、2対2の同点。ラモスが来ましたが、これはラモスが蹴りますか。ラモス蹴りますね。ああ、痛いのは左膝、狙いました、まだ生きている。もう一度ラモスが行く、あ、ちょっと武田遅かった、届きませんでした。軽く触っただけ、オフサイドですね。その前にオフサイドですか。8番の戸塚君が飛び込んだんですけどね、はいはい、武田の前に戸塚がオフサイドを取られました。後半に入ってちょっと流れが変わってきたような感じもしますが、エスクデロ、これはどういうふうに金田さん見たらいいんでしょう。はい、後半に入ってですね、ちょっと流れが変わりつつあるかなというふうにも見えるんですが、少しですね、はい、三菱の選手の判断が遅くなっているような気がしますね。それはスタミナ切れということもあるかもしれませんが、どうでしょうか。オーバーヘッド、多少は影響あるとは思うんですけどね、はい、やはりボールサイドに、前半の場合はボールサイドに対してプレッシャーかけて、その後、自分のマーカーを捨ててディフェンスに行ってましたね。望月は NKK から移籍の選手です。その辺が少しずつ判断がずれてきているのかなっていうところだと思います、はい、そうですか。今からですよね、両チームとの勝負は、はい、大変な苦しい時間帯です。後半20分ですから、あと25分、はい、非常に苦しいんですね今、お、三菱です。お、流します。ちょっと今広瀬か福田あたりがファールを欲しそうな顔をしましたが、流しました。また三浦、トレビソンのタッチに逃れました。そして読売の攻撃の方が両サイドをもっと使えというペペ監督の話がありました、それから武田君が右左のサイドに流れたところにボールが入るようになってますね。あ、そうですか、そのボールに対して特に11番の三浦君あたりが前を向いてプレーできてますんでね。あ、その三浦、これはちょっとラフプレー。今日の三浦、そして武田という、まあ、人気選手が非常に調子のいい読売ヴェルディです。後半の20分、あと25分、2対2の同点。あ、ペレイラの出足がいい。また読売、柱谷がラモスからボールを奪い取った。
アドバンテージは取りませんで笛でした。ペペ監督もこの笛に対する反応を非常に神経質になっております。あ、押してますかね。しかし今 ね引っかかってますね。右の方にいいボールが出たんで鳴らさなくてもという感じもしましたが、エスクベロ、ラモス取りました。そして戸塚が上がっていく。久しぶりに戸塚がボールをキープしました。流す中央、スローインが読売、後半はずっと読売ペース。カネさん、前半と全く変わりましたね。かなり勢いついてきましたね。菊原、そしてカズ、ラモスへボールは通りません。ちょっとそれと三菱の選手が引き気味になってきてます。攻めの気持ちを忘れるなという森監督の話もありましたが、後半ちょっと引き気味。そして柱谷上げた、ゴール前、今水野さんおっしゃったように、はい、ちょっと攻撃になった時のディフェンダーの上がりが少しずつ遅れてますね。遅れてますか、三菱の方が。そうですね、はい、で中盤が少し空いてるような状況で読売にチャンスができてますね、はい、守りの気持ちが出たんですかね。いや、 やはり点を取られ2点取られてますね。もちろん2点取ってますけど、はい、いや、そういった意味ではディフェンダーというのは慎重になりますからね。なるほど、はい、裏が怖いわけですね、はい。ソンノからこれがナトリ、前線へ一気に行きました。柱谷光一、柱谷、加藤下下ぶつかった。おっと、生きてます。さあボールは生きている、読売です。戸塚、ベテランの戸塚、ボールをキープ。そして通しますが、あ、オフサイドではありません。武田が行く。ちょっと三菱の選手が今ねオフサイドがもらったというようなね、はい、表情がありまして危険でした。これが三菱です。持ち行きから、あーっと取られた。福田から左へ、今日は柱谷センターフォワードが左に行くケース多いですね。もともと柱谷の方は左からの攻撃も得意にしておりますんでね。あ、そうですか。自然に流れてますね。でその後福田君が空いたポジションに入ってると、流動的にやってると思います、はい、真ん中に福田がいます。そして右サイドはエスクデーロ、危険なシーンが三菱に再三訪れます。オフサイド、このアルゼンチンからやってきましたトレビソンの何と言いますか、対ブラジルに対する対抗意識というのがものすごいそうですね。相当強いでしょうね。あ、はい、ラモス、こちらからインサイドはカズ、1回木からへ戻します。そしてラモスへ、そしてすぐにワンツー、きれいに決まりかけたんですがダメでした。惜しいですね、ラモス君からもう1回走り込んだ三浦君に出そうとしたパスなんですけどね、はい、ラモスが入って、あ、読売の方の流れが良くなりました、少し細かなパスに対するプレッシャーをラモス一人で跳ね抜けられますんで、局面を切り崩せますんで、なるほど、安心してみんな上がってますね。あ、そういうことですか。逆に三菱の方が真ん中がよく開くようになってしまいまして、こうして孤立しております。ボールがつながらなくなってきました三菱。
しスタミナには心配ないという森監督の話だったんですが、はい、加谷さんやっぱりやってる選手っていうのはそうはいかないんでしょうね。あれだけの前半からですね、はい、激しいディフェンスをやってたらやはりどっかできますね。普通のゴールキーパー菊池がキャッチしました。まだ三菱の方は選手交代はありません。6番の名取が左の福田へ、今度は中央に柱谷がいます。11番いいか、こっ、あっと惜しい、惜しいですね。6番の名取君ダイレクトで10番の上原君にパスして、その後もらおうと多分イメージしてたと思うんですよ。そうですね、はい、攻守に大活躍の名取。そして読売の方が先にまた動きます。先ほどはラモスを投入しましたが、そのラモスです。右へ武田、惜しい。いや残念ですね、いいプレーでしたけど ね、 ですね。ピンチを防いでおります三菱です。読売の方は後半に入って再三ピンチに見舞われました。そしてどうやら戸塚に代わって3番の加藤義行を投入します。後半に入ってちょっと画面に出てくる回数が多くなった戸塚なんですが、まあ、前半に比べますと前半がちょっと動きが悪かった、やっぱりベテランということで加藤義行に変えます。この3番の選手、あのペペ監督の意図は分かりませんけど、戸塚君よくやってましたね後半入って。読売ジュニオールから入りました加藤義行です。これも出はなりません。さあ武田、左へゴールキック、ゴールキックです。先ほどはカズ、今度は武田、俺もシュートと言ったんですが、ちょっとこれもラモスからですね、最高のパスですね、はい、で逆サイドを狙ってここでシュートしてるんですけどね、あのキーパーに当たったじゃないかいう武田君のアピールもありましたけどね。なるほど。その後キーパーの三菱のキーパーの辻田君も当たってないよっていうジェスチャーもありましたし、ね、はい、今日は先制点を入れている武田、非常に今日は張り切って動きのいい武田です。菊原浮かす、あっとこれはオフサイドだな、オフェアならない、ちょっとラインズマンも遅れました。数がオフサイドでしたがなりませんでした。そのままプレー続行、上倒されたのが9番の福田。さあ三菱としてはこのセットプレーどうしますか。トリビソンヌが出てきました。ということはシュートがありそうですね。ありますか。距離にしたら40メーターぐらいありますね。望月君に合わせましたけどね、はい、名取、左に福田がいますが、あーっと柱谷がミスしました。これはカットして、あーっとこれもミス、まだ三菱ボールちょっと遠慮しちゃった。さあ右に振って、あーっとエスケドロ、エスケドロ、上原スローイン三菱。いやこの辺の右サイドのエスクデロと上原君のコンビはさすがに南米的ですね。いい感覚ですね。アルゼンチン、それを読んでクリアするのもラモスですからね、わかるんでしょうね。そうですね、12年ぶりの決勝進出を狙います三菱、過去この天皇杯では4回優勝しております。
方の読売は天皇杯3回優勝、昨年に続いて連続の決勝戦進出を狙っております。読売の方はラモス君入って全然変わりましたね、はい、みんなが信頼して前に走れてますね。そうすると前半はややこう芯になる選手がいなかったということですかね。上がる、そして持ち抜き、ナズリ、倒れたのは柱谷、トルビソンの戻しました。これは手を使えません。激しい攻防ですね。そうですね、あっという間に相手のゴール前へ行ってしまいます。広瀬から柱谷へ、2対2の同点となって打線白熱してまいりました。後半32分です。ラモスが入って、このいわゆる読売のどうなんですか、モテるサッカーというんですかね。要はですね、ラインギリギリに背後を狙って走れるプレーが出てきてますね、はいはい、先ほどからオフサイドギリギリのプレーが何回も出てますね、はいはい、それがラモス君の蹴れるタイミングを武田君、三浦君が知ってるわけですね。あ、なるほどね、はい、今も石川が行きました。やはりまだラモス頼りになる選手です、読売ヴェルディ。上原、そしてつなぎます、広瀬から福田君ですね。はい、福田です。ではまだなりません。ここでなった福田がファールを取られました。トルビソンの前、柱谷とラモス、いや、ペレーラです。柱谷とペレーラ、そして柱谷が倒れました。このペレーラですが、これやっぱり菅野さん、疲れも来てるから、もう足にも来てるでしょうね、特に柱谷選手はね、攻守ともに走り回ってますんでね。そうでしたね、前半、ディフェンスまで行きましたもんね、あれだけグラウンドですね、走り回ります、やはり足に来ますよ。31歳です。まだ三菱の方は選手交代ありません。これは三菱の選手は相当疲れてると思うんですけどね、はいはい、もう本当この残り時間気力で頑張ってますね。森監督としてはこれ変えないというのはどうなんですか、やっぱり流れを変えたくないんでしょうか。流れを変えたくないし、当然柱谷選手はチームリーダーですしね、はあ、得点源でしょうからね、いや他の選手もですね、まだ一人も変えてません。うまくいってるという判断のもとに、はい、そのままやってるんでしょうね。これが上原エスクデロ、そして望月、先ほども触れましたけど、右サイドの、はい、三菱のエスクデロ、それから10番の上田君、非常にコンビですね、はい、いい形作ってますね。そこへ今の長身の持ち抜きが絡んでおります。三菱、柱谷が復帰します。エスクデロ上がった、ゴール前クリア、菊原、あっとファール取られた。菊原16番がファールを取られました。6番は赤名取、そして福田へ、福田から広瀬戻しましたが、これがラモスが降りました。ちょっと三菱の方はどうですか、左右のえぐりがありますが、右が多くて左の福田あたりがちょっと目立たなくなりましたね。前半ほどロングパスがありませんね、中距離のパスがね、はいはいはい、だからサイドを変わるまでに時間がかかるようになってますね、三菱の方は。柱谷浩一が復帰しました。三菱、
武田が頑張ります。頑張りましたね、武田君、ディフェンスも今日はよく頑張ってますね、前半から。相手がこの、ね、大きなトレビサンドですもん、スローインです。大きく持ち続けクリア、そして前線の柱谷へ引っ張りました。2番の加藤久志がファールを取られました。さあエスティテロ、その前を上原行きましたね、ダメ、倒れた。エスキベロ、あ、通りません。今度は木原、速い、読み寄らしい攻撃ですが、あーっとトリブソンド、イエローカードはトリブソンド。激しいプレーの応酬であります。戻る石川、しかしゴールライン割ってますけどね、三菱の7番のエスクデロ、はい、非常にいいタイミングで、はい、非常に危ないボールを出せますね。この選手です、ちょうどバックラインと、バックラインとキーパーの間にうまいこと狙って落としてますね、はい、有効なパスです。32歳のベテランは、あ、このエスクデロはそういえばかつてユースでね、バラドーナと、はい、カナさんなんかも、いや私はグラン、そうか、一つ年齢上だったんですね、スタンドで見てましたけど。あ、そうでした、そうでした、カナさんより一つ下の人がまでだったんですね、はい、この79年日本で行われた世界ユースの時にエスクデロもやっておりました。さあヘディング2つ目、ゴールキーパーの土田、ゴールキーパーのヘディングもかなり迫力ありましたね、土田君ですけど、まあ、私も金田さんもイングランドサッカーですね、はい、プレミアリーグを放送してるんですが、今抱負させるような、すごいヘディングですね。イングランドではこのゴールキーパーの役割がね、すごいですが、そうですね、やっぱり日本もそうなってきてますね、半分はリベロの役をせざるを得ないようなシステムになってますね。あー、ゴールキーパーがリベロですか。どういうボールがありますか。ロングスローですね、はい、ナトリがクリア、しかしまだ読み売り、武田戻してクロス上げる、加藤、あ、加藤久志が今クロスボールを上げました。スローインとかコーナーキックのフリーキックでは加藤久志も上がってきます。そしてやはり、三菱変えますね、三菱、あ、柱谷アウトですか。あ、そして尾崎、柱谷ですか、尾崎ですよ、懐かしい尾崎です。かつては日本のセンターフォワードも務めました尾崎、もう32歳になります。尾崎とは全日本で何年か一緒にやりましたね、ドイツ留学もしました尾崎、はい、もう32歳になりまして柱谷と変わりました、まあ、かつての若大将と言われたね、尾崎ですが、尾崎君の勝負強さ、そういったものを森監督に期待してるんでしょうね、はい、後半40分、あと5分、2対2の同点、読売がボールをキープ、あっとオフサイドですが笛はなりません。どうか、まだ笛はならない、福田ゴール前に2番の田中慎が上がっておりました。もう一度、もう一度、ラモス、菊原へ、中央には武田がいます。
さあ、あと4分です。2対2の同点。果たして延長になるか。すごい試合を展開しております。三菱と読売の準決勝、そして神戸の方では1対0と日産が藤田にリードしております。まあ、残り5分切ったということで、選手の方もですね、これはもう本当に慎重にやってますんでね、大変な時間帯なんですよね、はい、ラモス今連絡が入りました。神戸の方は日産そのまま1対0で藤田を破りました。日産が昨年に続きまして決勝進出を決めました。日産はこれで5年連続決勝進出です。一発勝負に強い日産、まあ、金瀬さんのかつてのプレーしたところでありますが、はい、いや個人的には非常に嬉しいです。そうですね、はい、まあ、それはおめでとうございます と、はい、ありがとうございます、言いましょう、はい、去年は決勝でこの読売と対戦して延長4対1で破っております。そうですね、金瀬さんは天皇杯はいつまでプレーされました。90年度の1月の1日元旦までは、ね、90年度、はい、ということは去年ですね。去年はあのやっておりません。去年の正月はやってないですか、ああそうですか。3番の変わった加藤義行がスローイン。三浦のキックはミラクル、ああやってバックを背中に置いて、はいはい、お腹でトラップとか胸でトラップした後のシュートが非常に早いんですね、後半の43分です。さあチャンスですね、時間もありませんし、前半これで点を取ってますからね、はい、読売の先取点はコーナーキックからシュート加藤。加藤義行のこの変わった途中から変わった加藤義行のシュートでした。加藤は、まあ、どちらかというとセンターバックが多いんですがミドフィルダーもできます。このコーナーキックものにすることができませんでした読売。刻々と残り時間が少なくなっております。神戸では日産が勝っています。5年連続の決勝進出を果たしております。この望月が柱谷浩一に代わってキャプテンマークをつけております。上原ゴール前どうする、シュート打った、ディフェンダーには当たりません。当たってませんね。前半からこの10番の上原君は、はい、右サイド左サイド流れながらのドリブルからのシュート、非常に得意にしているみたいですね。右膝の靭帯を痛めまして最初の頃は出ておりませんでした上原。準々決勝途中から、そして今日準決勝はスターティングメンバーとして活躍しております。読売は2人選手が変わりました。一方三菱は1人、柱谷浩一に代わって尾崎が出ました。ちょっと福田君ですね、はい、スピードある、チャンスだと思いますよ。そして中央は尾崎が行きましたが合いません。スローインは三菱、ちょっとこの福田のスピードに他の選手が合わなかったかなという感じもしましたがね。非常に速いですね、14番背中が見えているのが途中から入った尾崎、そして長身の望月もちょうどゴールの中に入りました。リアポスト、そして広瀬、広瀬のシュートはクロスバーを越えました。セットプレーから両チームともこれで後半残り時間少ないところで1本ずつ外しました。おっと笛、ここで笛です。後半終わりました。2対2の同点で延長に入ります。15分ハーフ、30分間の延長です。途中から入って流れを変えましたラモス、そのラモスが入ったことによって同点に追いついた読売です。そして三菱の方は懸念されましたスタミナが、集中力、
後半に入ってちょっと切れかかっておりますが、しかし後半の後半でまた三菱やや盛り返したような感じもするんですが、途中で触れましたけど、はい、中距離のパスが届かなくなったということと、それを対応できなくなった、それによって9番のスピードある福田君になかなか集まらなくなった、はい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 、ところが今ご覧になって分かるように非常にスピードまだありますね。ありますね。延長になってもやはり福田君のスピードに対する守備は、はい、読売の方は徹底して防がなきゃいけないでしょうね。そうですね、はい、しかしこのプロ化になりましてから確かにその動きというものがですね、はい、早くそして激しくなりましたね。私8月から全日本の試合、それからナビスコ、はい、各チームの試合見てますけど、一人一人の判断が非常に早くなったですね。あ、状況判断は非常に良くなってますよ。はい、金田さん、はい、この少しの休みがありますが、これでどの程度選手ってのはこう回復してくるもんですか？それぞれ出てない選手であったりトレーナーの方が、はい、マッサージしてくれますね、やはりかなりというかもうこの時点ではですね、回復するというよりも、はい、脈をとりあえず呼吸を整えて、ほうほうほう、それからまた出ていってもう疲れた状態で気力でやるしかないんですね、そんなには回復できるとは思えないですね。もう気力ですよここからは。なるほどね、はい、そうすると足がつったりした方が負けということになりますかね。そうですね、読みの方は2人も変えてますので、ね、その辺が果たしてどうで、心配されますね。そうですね、特に読売の方はラモスが膝を痛めて完調ではありません。それからベテランの36歳の加藤久志も右足首を痛めております。故障者の多い読売です。柱谷哲司君もそうですよね。そうですね、本当にもう過酷なスケジュールで体引きずってみんなやってますよ、はい、そうですね、本当に偉いですねこの選手らは、はい、さあ延長の前半が始まりました。赤が三菱、緑読売、出ました。さてこうなるとまあ読売の方はラモスが入って後半非常にいいペースになりました、一方三菱の方が果たしてその後半の前半立ち上がりのようになるかどうか、はいですね、さあ読売いい格好になります。武田が持ち込んだ、上は中が、あ、なりません。ゴールキックです。ゴールキックですね。ゴールキックです。武田もスピードがあります。ペナルティエリア内のファール、この混戦になりますと両チームヒヤッとします。やはり武田君もそうですけど三菱の福田君、はい、彼らがペナルティーエリア内でドリブルすると非常に危険ですね。怖いですね。そうですね、それはもう確かに言えますね。延長戦に入っております。天皇杯サッカー全日本選手権の準決勝です。神戸ではすでに日産が勝っています。おっとミス、ペレイラがクリアミスしました。あ、押した、しかしフェアなりません。21番の赤村、今日はよくやってます。この辺りは三菱、あの前半立ち上がりの激しいチェックを思い出します。これが福田、抜けるか、菊原が行く、ナトリエ、そして右から元吉、右のサイドバックの元吉、ナトリからキャプテンのマークをつけている望月へ、おっと呼び寄りボールとなりました。菊原が今度は右サイドに回っています。激しく笛が鳴りました。倒れたのは3番の加藤義之。今日はこのトリビションの田中、上原と3人が警告を受けております。三菱です。読売の方は石川が1つ受けています。いやラモスですね、エスクデロ、
ルゼンチン対ブラジルでしたが、ブラジルがボールを取りました。左サイドを走らせる、パス、クリア、危なかった三菱、あーっと倒れた。ラモスですか、左足を痛めているラモスが、ラモスですね、今度右の脇腹を抑えてます。ここですね、これ望月と競り合ったんですけど、ちょっと足が入ってますかね、足が最初に脇腹の方に入ってるんですね、左足が。でも この辺、まあ、これは大丈夫だと思うんですけどね、はいはい。それから三菱の方も一人倒れてますか。今三菱は望月が倒れましたよね、ラモスは立ち上がります。そしてその後は先ほどの望月君が今起き上がってます ね、 そうですね、お互いに、望月は柱谷光一の代わりにキャプテンマークをつけております。三菱のフリーキック17番の元吉が行きます。元吉、トリビソンの田中という3人のバック、そしてミッドフィルダーは名取、望月、広瀬、上原、前線がエスクデロ、尾崎、福田です。これが名取、中盤、そしてディフェンス面でもいい働きをしている名取です。エスクロかわす、3人をかわしたエクスロー、今度は中に入ってくる、こちらでナトリが、いや広瀬です、広瀬ボールをキープした、今度は中に入ってシュート、広瀬のシュートでした。得意の広瀬君の形でしたけどね、はい、なかなかシュート感覚もあります、帝京高校の出身です。どうでしょうか、菅さん、はい、この前半あるいは後半あたりの両チームの切れ味鋭い攻めっていうのがちょっとこう止まってきたかなっていう感じもしますが、それはもうですね、延長になりますと、はい、その辺は必ず出てくることなんですけどね、出てきますか、ただそれをバランスでやはりカバーしなきゃいけないのが延長戦なんですね、バランスでね、一人一人の能力がだん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 その落ちてきますね、はい、筋力とか、そういったものをじゃあどこでカバーするかって言ったら、お互いのポジションをもっと縮めるとか、こぼれたボールに対するその詰めを早くできるかっていうのはもうバランスですね、はい、あ、そうですか、はい、その辺のところでそういうバランスミスが出てきた方が負けということになりますか。そういうのがチャンスにつながるでしょうね、チャンスにね、はいはい、広瀬、お、フェアなりません、広瀬、後ろに福田がいますが、クロスが上がる、上原、いや、エスクデロ行く、そしてシュートは、これが上原か、上原のボレーシュートはクロスバーの上、そしてこのエスクデロが今日は前半から金さん、ずっといいですね、いや、やはりですね、はい、鋭いというかずるいというかですね、いつもいろんなことを考えてプレーしますね、彼は。で、迷ってないですよ、2歳、はい、やる前に必ずプレー決めてやってます、あ、すごいですね、まあ、スタミナが課題と言われていた32歳エスクデロですが、いやもうバリバリ走ってますね、そうですか、はい、上原から望月へ、そしてエスクデロへ、エスクデロ1人かわす、1人かわしました、このスピード、そしてクロス上がる、あっと合いません、14番の尾崎行きましたが合いません、160センチですこのエスクデロ、
田、名取です。右に望月がいますが、その望月へ、そして福田が今度は右へ行きました。エスクドロ戻してクリア、まだいる。ラモスが武田へ、トルビソンのが戻します。ここは手は使えません。前半と同じようにエスクデロからのセンタリングだったんですけどね、先ほど白谷君、はいはい、5番の4番の白谷君、いいクリアしてますね、はいはいはい、効いてますよ。さあ内か、左へ打った、左へ振ります、広瀬、あっとミスキック、頭を抱えました。広瀬、まあ何回かこうやって延長の前半にもねチャンス作ってますけどね、はい、三菱の方は、お、三菱も選手を交代させます。上原に代わって堀を起用します。このところ調子のいい堀、上原のスタミナということ、あるいはシュートを打てるということで堀を起用したんでしょう森監督。これで両チームとも2人ずつ選手を交代させました。読売はラモスが後半に入って、はい、途中から出場しております。カズからラモス、そしてカズへ、ここでカットしました。さあ両チームともこれで2人ずつ選手を変えました。これが尾崎、柱田に代わって後半途中から入っております。エスクデロ行きますが、うおっとこの執念、そして21番の中村が入れました。三菱ボール、両チーム動きの面からどうですか。やはり先ほど申し上げたんですけど、もう気力の部分なんでですね、あやはり前後半に比べれば反応それぞれ落ちてると思うんですよ、はい、早いパスでつなぎます三菱、望月、そして右にエスクデロがいますが尾崎へ、あっ望月、そしてトラップして、さあシュート打てるか、シュート打てるか、シュートは変わった堀、13番の堀、なかなかシュート力もあります。画面上でもお分かりいただけると思うんですけど、やはり赤い選手が今ディフェンスに関しては多いですね、はい、だからこの赤い選手を突破して攻撃にっていうのはなかなか難しいでしょうね。なるほどね、はい、まあ、両チームとも昨日前日は入念なこのペナルティーキックの練習もしておりました、得てしてこの一発勝負というのは PK 戦にも作り込むケースがあります。柱谷からラモスへ、そしてまたラモス、これは笛はなりません。ゴールキックです、ゴールキックです。まあペペ監督も非常に日本のレフリー、あー出てきましたが、日本のレフリーをですね、もっともっと上手くなってくれというふうにしょっちゅう言っているんですが、菅さん、はい、今日はどうですかこの菊池さんに関して。実 は試合の始まる前に私菊池さんとですね、ちょっとそういった話をさせていただいたんです。前から興味もありましたし、ね、はい、これだけプロリーグが盛んになろうとしている時の、はいはい、いわゆるレフリーのいわゆるなんですかジャッジメントの正確さですね、その辺はどうなんですかって言った時に、自分らは一生懸命やってなるべく流れを止めないようにジャッジしているつもりなんだと、はいはい、だからその辺は一生懸命やってるんでね、あんまりこう言われてもなっていうニュアンスのことをおっしゃってましたね。
確かにこう流れを止めないでこうプレーにスピードスムーズという点ではありますね、はい、非常に難しいでしょうね、はい、それとどうでしょうかね、選手の方もあんまり文句言わないでね、さあいいか止まります、カズ、そしてラモス、1回戻しました、この辺が三菱のディフェンスの厚いところ、もう一度ラモス、キーパー行きます、あのラモスがですね最後諦めてバックパスしましたね、そうですね、普段はなんかこう突破のドリブル、あるいはそのパスであるとかですね、瞬時に判断する選手なんですけど ね、はい、そうですね、今度は木原、誰もいません、いやもう本当に今気力でね選手頑張ってますね、はい、つながる福田、そして広瀬、ちょっと無理でした、尾崎が行きました、キャプテンの望月、さあ福田へ、おお、エスクデロが今度は左に来てます、そして福田がもらうがもらえない、ここは全日本のエースの橋野哲司がカットしました、しかし依然として三菱広瀬、福田、読み売りは右を石川が上がっていく、ラモスへは届かないが戻りました、13番の堀が戻りました、そしてここで延長の前半が終わりました、延長の前半は両チーム得点ありません、2対2の同点です、果たして今日この後半15分で決着がつくのかどうか、つかなければ PK 戦ということになりますが、まあ、この延長の前半は菅さんどういうふうにご覧になりますか、やはりですね選手の方も疲労度もかなり増してますんでね、はい、特に、両チームのディフェンス組織をあんまり崩してまでオーバーラップをかけたり前線に上が飛び出してっていうプレーは避けてますね、意識して、この数字で見ますと、ね、ここまでシュートでは三菱の方が圧倒的に多く、フリーキックはとうとう同じになりました、そしてオフサイドの数がね、はい、やっぱりレッズのこの守備の、まあ、なんと言いますか組織力っていうんですか ね組織力と押し上げですね、押し上げ、はい、やはりコンパクトにサッカーをっていうあれがありますんでね、はい、そして 3-4-3 という、まあ、今日本では非常に珍しいそのフォーメーションもうまくこなしています、後半が始まりました、延長です、ハンド、途中から変わった加藤義行がハンドを取られました、まあ、こういうところで笛が鳴るハンド、もう文句を言う前にパッとプレーしてくれる方が我々は見てて気持ちがいいですがね選手になると感じたらやっぱりなかなかそうはいかないですか、なかなかそうはいかないですね、シュート尾崎、いや今のはシュートもすごかったですけど、ゴールキーパーの読売の菊池君、素晴らしい反応ですよ、この天皇杯に入って菊池が素晴らしいプレーを見せますが、ここでしょう、久しぶりに尾崎がいいプレーを見せました、股の下なんですよね、ディフェンダーの非常に見にくいですからよく反応しました、はい、そして加藤久志がコーナーに逃れました、広瀬、いいボール、これもキーパーパンチ、逆襲なるか、この辺の素晴らしさ、三菱です、エスクデロ、あっとすごいボールのトライ、三浦和
武田クリア、田中慎二大きくクリア、絶妙の数から武田へのパスでした。惜しかったですね。いや惜しかったですね。パスも良かったですけどね。あの胸でワントラップした時にですね、すぐ打つかなと思ったんですがね、私もそう思いましたけどね、はい、まあ、武田君の、ね、意図がまだあったんでしょうね。さあコーナーキック、読売コーナーキックです。延長の後半戦、カズこういうボールを上げるか、低いの、あっと、まあ、そうそういいボールが上がりません、カズ。こちらは三菱のゴールキーパーの土田です。今日は菅さん、ゴールキーパーは両チームとも、はい、まあ、2点ずつ取られてますが、これはやむを得ない失点ですね。おっしゃる通りでキーパー2人ともよく頑張ってますね。そうですね、はい、ゲームを引き締めてますね。あ、そういうことですね、はい、三菱ボール尾崎、そして福田、さらに広瀬が福田へ戻します。そして尾崎シュート、ラモスが出ました。素晴らしいディフェンスですね、はい、こちら側、スクネロ、あー、トラップ、木原、西田、田中から左に回します。クロスがある、エスピドロ、ラモスです。その前にラモス立ち上がった、モチューティのシュートもダメ、もう一度モチューティ、エスピドロ、加藤久志、ゴール前、読み危ない、まだ粘る三菱、つながる、いい格好です。パス回しが実に速い、読売がボールをキープしましたが、いやー、菅さん、すごかったですね。すごい攻防ですね。言葉がないですよ。しかし必ずそこにはラモスがいますね、読売は。本当危険なところをいつも察知してますね。そうですね。今日はほとんど守備的に入っておりますラモス。そのラモス、あーっとパスミス、敵に与えてしまいました。福田からいっぱいのエスクトレー、延長戦の後半に入っています。延長後半5分経過、エスクトロー、エスクトロー、今度はエスクトロー左側コース、ゴール前、キーパークリア、コーナーだ、コーナー、コーナーキック、コーナーキック、ゴールキーパーの菊池が蹴る前にボールが出ておりました。さあコーナーキックです。キッカーはもちろん広瀬、すごいですね、歓声が、ちょうど三菱のあの赤い旗の前です。広瀬君ですね、はい、低いボール、パスクリア、名取から広瀬、このパスが速い、もう一度三菱コーナーキックに逃れました。ダイビングヘッドは石川君ですね。この人も小さいんですが、22歳の若者、168センチ。そしてこれが福田、福田君のスピードカーリングですね、これを13番の石川君、ダイビングヘッドですよ。すごいいいですね、本当に人を繰り広げているという感じです。キーパー弾きました、ラモスと、そして堀、
ラモスが倒れたところで三菱にファールを取られました。これが変わった堀、上原に代わって後半登場です。今年東芝から入ったばかりの堀、25歳です。三菱は三菱生え抜きの選手というのは4人しかおりません。あとはみんな移籍選手。広瀬から田中俊二上がっていきました。聞いております。6万人入りました国立競技場。やはりですね、選手が相当疲労度を増してますので、はい、今ご覧になってお分かりのように、ちょっと画面では分からないんですけど、三菱のディフェンダー、読売のディフェンダーの距離、はい、相当短い中に11人が入ってますね。10人が、20人ですか、逆に言えば深く守れないんですね。なるほどね、下がって縦一本でこうして最終ラインから最先端まで行ってしまうわけです。オフサイド、これは三浦と武田がオフサイドを取られました。オフサイドになってますけど、武田君今、ラモスに手を挙げてね、まあ、ごめんなさいというポーズ取りましたけど、はい、あれ狙ってるんですよね、この呼び込みチームは。なるほどね。そうするとタイミングが合わなかっただけで、はいはい、実はもうラモス君と武田君のコンビはそこでできているわけですね。三菱にとってはそうするとこの背後に突かれるのは要注意ですね。そこが一番怖いパスなんですね。チャンス、クリア、ペレーラクリアしました。ゴール前で読売の選手が倒れています。柱谷君じゃないですか。あ、またですね。あ、ちょっと苦しそうですね、これはちょっと人かと尋常でないですね。これ見ましょう。これ望月ですね、望月君が右足を外に踏ん張って味方にシュートさせようとしたプレーで、はいはい、そのももにですね、柱谷君の脇腹当たってますね。あ、そうですか、はい、激しいプレーが両チーム続いています。したがって倒れる選手も出てきました。今日は比較的暖かな東京地方だったんですが、日が傾きにつれましてちょっと寒さを感じるようになってまいりました。ちょっと心配ですね。そうですね、かなり痛そうでしたもんね、やはりミッドフィルダーのディフェンシブの柱目君の功績は非常に大きいですからね。そうですよね。彼と加藤の9さんというのは守備のやはり中心ですよ、そのディフェンス陣読売今ボールを持っている2番の田中君ですけどね、前半から変わりなく落ち着いてやってますね。サイドバックとは言いながら地味ですけどね、あの人がやっぱりねリードしてますね。エスキロ返した、精一杯、心配されたスタミナもエスキロ、延長の後半に入ってもまだ続いています。かつてマラドーナとユース時代にプレーをしましたこのエスキロ、あ、復帰しました。柱谷哲司が復帰しました。読売ベルディ三浦、
現在延長の後半11分は回っておりますが、ロスタイムが少しあります。ペレイラ、そして菊原、シュート、ゴール前、回数、滑った、チャンスですね、まだ、あっとコーナーキック、ディフェンダーとゴールキーパーが交錯しました。三菱です、読売のコーナーキック。さあ必死に守る三菱ですが、読売はどうしますか。加藤久志も上がってきました。ペレイラも来ました。上がってますね。ありました、加藤義行もいます。加藤義行シュート、ちょっとこれは無理だったかもしれません。3番の加藤義行です。暁星高校の出身。頭の薄い方がペペ監督、57歳の熱血感、まあ、かつてペペ監督もブラジル代表としてサッカーの王様のペレとプレーを組んだこともあります。そういう意味で選手あるいは監督両方何とっても加谷さん、はい、文句のないこう舞台が出来上がってます ね、 そうですね、はい、森高次監督といえば、まあ、かつて早稲田の学生でこの天皇杯も制したことありますからね、はい、ここは落ち着いてさばきます。このまま同点で終わるのか、あるいは決着はどうつくか。加藤吉から菊原へ、繋がらない。押されたがではなりません。さあスピードあります、待ちます、ここでもまだフェアはなりません。菊池レフリー今日は流します。ここもフェアはなりません。ラモスがボールを取った、もう本当に加谷さん、選手がですね、はい、手を引いてほしいなと思うんですが、ここに続いていきますよね、はい、見てる方がやっぱ気持ちいいですね、はい、こうやって見てると加谷さんどうですか、はい、日本のこの J リーグに始まったプロ化の波、サッカーの世界ですね、選手がもちろんプレーしますが、はい、見ているお客さん、あるいはそのレフリーですね、はい、こういう人が盛り上げるわけですが、さあこれ終わりました。延長の後半も両チーム得点なし、2対2の引き分けに終わりまして PK 戦です。全日本選手権天皇杯は一発勝負でありますので、どうしても元日の決勝へ決める一チームを決めなくてはいけません。神戸の方では日産がすでに勝ち名乗りを上げております。果たして日産と読売か、果たして日産と三菱か。準決勝東京国立競技場は PK 戦へともつれ込みました。まあ最も残酷な決め方と言われますが、加谷さん、これはもうやむを得ないことですからね。やむを得ないんですけどね、私も選手長くやっておりますんで PK で決めるっていうのはしょうがないんですけどね、はい、本当に厳しいですね。そうですね、はい、ま、読売はこの前の試合ガンバ戦でも PK 戦になりまして、菊池の講師が光ってね、この今もちょっとですね、果たしました。菊池君が映ってたみたいですけどね、非常に気合の入った顔をしてますね、はい、今度も止めてやるんだという顔をしてましたね、はい、今も、ま、あの時は読売に限って言いますと津波を除いて全て皆成功させました。柱谷、三浦、ペレーラ、そして石川でした、はい、
そして、菊池がですね相手のシュートを2つも防ぎました。果たして今日はどうでやりましょうか。ひげの加藤久志も今休んでおりますが、右足首を痛めている加藤、今日はよく守りました。 PK 戦は5人ずつ出てまいりまして、1人ずつ蹴り合うわけであります。交互に蹴り合います。そして5人で決着がつかないときには6人目からはサドンデスということになります。こういう PK 戦、金田さんなんかははい、PK はどうだったんですか。あの長い選手生活の中では何回もありましたね。ああ私自身はあんまり蹴ってないです。そうですか、プレッシャーに弱いですからやっぱりこの心理状態として、はい、プレッシャーを感じる、余計感じる、感じますね、感じやすい選手というのはそうするとあまり向かないということになりますか。いや、 やはりですね、普段練習で行っている PK 練習なんかはですね、遊びながらできるんですよ、はいはい、ところが、6万人にね、見守られる環境を練習で求めるのはまず無理ですね。6万人の中での PK 戦はまた違うわけですね、その一本一本が元日の決勝につながります。固唾を飲む6万の大観衆です。まあ、両チームとも PK 戦で勝ちたいでしょうけどね、はい、元旦目指してやってきたわけですから。そうですよね。ただ負けたチームに関しては、はい、本当にもうよくやったというふうな気持ちを選手自身がもうこの時すでに持っていると思うんですね。そうですね、とにかく一生懸命蹴ってこい、はい、ということですね。さあまず最初は三菱からですか。14番の尾崎が行きましたね。尾崎君ですね、はい、今日は一つボレーシュートを外している尾崎ですが、かつての若大将も32歳になりました。さあベテランになりました尾崎が、特にこの最初というのはまた嫌でしょうしね、最後もそうでしょうが、一番最初はね、はい、余計プレッシャーかかるでしょうね、はい。さあまず尾崎が蹴ります。ゴールキーパーは読売もちろん菊池です。準々決勝では2つ阻んだ菊池ですが、今日はどうでしょうか。入りました。まずベテランの尾崎が落ち着いて決めました。森監督も座ってはおれません。ああいう風に蹴るときにはですね、もう何も考えずにスーッと来たときというのはいい結果出ますね、はい、どうしようかなって迷ったときはね、今のプレーです。落ち着いてますね。落ち着いてますね、はい、キーパーの動きをよく見ました。そして今度は読売です。柏谷君でしょうね。あ、この間もそうですからね、はい、全日本のキャプテンであります柏谷、日本代表の柏谷が蹴ります。まんまん中でした。キーパーの土田右に反応しましたが、まんまん中、これで 1-1。 いやすごいですね、読売ベンチ、ね、全員ペペ監督をはじめ腕を組んでね、フィジカルコーチと、ね、それから通訳です。今の柏谷、これもまたすごい、もうやっぱり鉄人ですよこの辺はね、思いっきり蹴ってますね。そうですね、1対1です。さあ今度は三菱、福田、日本代表の福田が蹴ります。あーっと落ちた、ポストに当たった福田が外しました。狙いすぎたか福田。あ、サイドの欠点ですね。キーパーは完全に逆突かれてるんですが、逆は突かれてるんですけど、福田君自身は多分見えてないと思うぐらいプレッシャーがかかってるんですね。なるほどね、福田君が外すんですからね、はい、そうですね。そして今度はカズ、外した、
まあ、両チームの、まあ、いわゆるエース格が外しました。三菱福田、読売、三浦知良、両エースが外しました。しかもこの土田はこの数のシュートを弾きます。読みをしました。これはもう完全にこっち行く読みですね。そうですね、はい。そして今度は三菱キャプテンマークをつけました望月、現在1対1。これも外した。今度は菊池浩志、やったという菊池、持ち抜き外しました。国立競技場、緑の旗が振られます。そして読売は今度はペレーラ、ペレーラが出てきました。読売一歩リード。シュート力には影響のある強さを持っているペレーラです。まあ、この PK には神さん強さはいらないんですけども、いらないんですがやっぱり強さ必要ですね。そうですね。入りました。ヤムリがリード2対1。いやー、よくこのプレッシャーであんなきついボール蹴れますね。そうですね、相当自信ないとね、今のキックできないですよ。はい、2対1読売リード。そしてこれは今のペレーラ、これは取れないですね。あーはー、三菱4人目は堀、これは決めました。堀は決めました。さあまた2対2ですが、読売はまだ1つリードしております。今度は読売は加藤義行、加藤義行君ですね。そうですね、加藤義行が出てきました。依然として腕を組んでいる読売ベンチ、入りました。これで3対1、3対2、3対2です。さあ最後三菱がこれを決めて読売も決めますと読売が勝ちますが、三菱の5人目のキッカーが外します。その時点で決まってしまいます。トリビソンヌが行きました。トリビソンヌ、三菱トリビソンヌは絶対に外せません。これは入りました。さあ最後まで持ち越されました。最後は読売、誰か、石川くんですね。石川が出てきました。ガンバ戦で最後に蹴って決めたのは石川くんですね。はい、この前のガンバ戦です。22歳の石川、これを外しますとまた次へ行くわけです。果たして土田がキャッチできるか。土田がこの石川のキックを防ぐことができますでしょうか。読売勝ちました。読売昨年に続いて決勝進出、2年連続読売日産の決勝戦となりました。天皇杯サッカー、今日もプレッシャーに勝ちました読売の石川を囲みます。
喜ぶ菊池です。尾崎が読売の選手に握手を求めております。2試合連続ですね、菊池君は。そうですね、読売が昨年に続きまして、昨年度に続きまして決勝進出を果たしました。大観衆の中で緑の旗が大きく振られております国立競技場。菅さん、はい、これが数字が出ましたが得点ですね。前半レッズが2点、ベルディが前後半1点ずつ、そして延長は両チームなく PK 戦でベルディが 4-3 で勝ちました。放送席、はいはい、放送席、あ、どうぞ。それでは勝ちました読売のペペ監督にお話を伺います。通訳はジョゼさんです。おめでとうございました。苦しんだ末の決勝進出ということになりましたが、まず試合を終えて率直なご感想を聞かせてもらいたいです。パラベンスペラビトアリア菊池は勝だラパチパソンチームよりえ fez mais uma vez. O Mitsubishi jogou muito bem. E um detalhe, estava muito mais descansada que o Yomiuri. O Yomiuri, além de não ter o Tsunami, não ter o Kitazawa e não ter o Ramos durante boa parte, o time está muito cansado. Mas eu acredito que agora, nesses 8 dias, nós vamos poder recuperar as forças. だから素晴らしい試合でしたと思いますね。Kitazawa と Tsunami いなくてもみんなすごく頑張ったと思いますね。うちのチームちょっと体ちょっと疲れてるし、三菱の方が体ちゃんと仕事できたと思いますね。前半までね。でもうちのチームちゃんと仕事できたと思います。最後の最後までみんな頑張ったと思います。とても嬉しいと思う。まあ、怪我で主力怪我などでですね、主力の選手を欠いている状態で非常にこう戦力的に厳しいと思いますが、うん、フォロシキー、ジョガドリスキーのカーズね、ためしましカーロね、foi realmente um jogo difícil, né, seu Pepe? A Mitsubishi jogou muito bem. Eu acho que vencemos um grande adversário. E os jogadores do Yomiuri fizeram o que puderam para chegar a essa final. E mais uma vez, eu devo dizer que estou muito contente, muito satisfeito de colocar o meu time numa final. Cara, o senso, né, no Kega Temon, né? Saiga nos guijisos daqui na Kute, mina de Buno, 110%, 150% de Buno de Karané.出したと思います。とても嬉しいと思います。どうもおめでとうございました。ペペ監督にお話を伺いました。そして